はい、こんにちは。今日は作業動画を撮っていこうと思います。以前に作ったこちらのビーズと天然石のイヤリングになるんですけど、こちらをですね、これはちょっと自分用なんですけど、こちらを色違いで作っていこうかなと思ってます。複製したものはね、メルカリが一番やっぱり慣れてるので、メルカリでね販売していこうかなと思います。ちょっとね、今日は色合わせとかをね考えていきたいんですけど、周りはね、ビーズの大きさは丸大にしようと思います。で、今の時期なので、時期的にこう紫とか黄色とか可愛いかなと思って編んでみてます。周りがね、金と銀、ゴールド、シルバーのものが可愛いなって思っている色もあって、この二つはね、シルバーが可愛いんじゃないかなと思っていて、今ね、ちょっと東方ビーズをネットで頼んでいるところなんですけど、まだ到着してないので、それは待とうと思います。で、この天然石もね、違う大きさのものも注文してます。二種類ね、大きさ作ろうと思ってます。この大きさのものと一回りこれよりちっちゃいもの。これが何ミリだったかな ?16 ミリとかだったような気がするんですけど、16ミリのものと12ミリのもの、ちょっと小さめのもの2種類作っていこうかなと思ってます。こんな感じに、マルショービーズとかはこういう形で編んで、ブローチとか、作っていこうかなと思ってます。で、一応ね、この黄色っぽい天然石は、色はこのビーズの色にしようと思って今決めたので、これからね、作っていこうと思います。イメージ的にこんな感じ。全然ね、話は変わるんですけど、この間ね、子供たちと飼っていたペットがね、なくなっちゃって、クワガタムシなんですけど、ショックでしたね。今からちょっと映像流れるんで、虫が嫌いだって人はちょっと飛ばしてもらえればと思うんですけど、本当にね、みんなで可愛がってたんですよね。なんかお水が足りなかったのかなとか、もっとこうしてあげたらよかったのかなって後になってね思ったりもして、悲しかったですね。まだね、メスのクワガタムシとオスのクワガタムシで3匹まだ元気な子たちがいるんで、越冬できる、どうやら種類のようなので、頑張ってね、越冬できればと思うんですけど、オスの子は一回も越冬を経験している子で、2年目なんですよね。死んじゃった子もオスのクワガタムシで、2年目の子だったので、なかなか厳しいのかもしれないですけど、
できるだけね、いい環境に整えてあげて長生きできればなぁと思ってます。イメージ通りにできた気がします。かわいい。ちょっとね、ハロウィンカラーっていう感じで、かわいく、できましたね。はい。いろいろと試行錯誤しながら何個か作ってみました。かわいい。でね、こう編んでるよっていうの分かるように、この編み目もね、強調させているようなデザインになってるのが特徴だと思います。まだね、作ってない石もたくさんあるので、思いのほかね、私木材ビーズをあんまり所有してないということが分かりまして、マルショーとかはね、いっぱい持ってるみたいなんですけど、マルショービーズではね、こんな感じの大きさはいろいろ変えてブローチとか作りたいなと思ってるんですが、このね、石にはやっぱり丸大ビーズが存在感があって可愛いと思うので、少しずつね、丸大ビーズも集めていこうかなと思います。はい。本日は作業動画っていう感じだったんですけど、今日はこれで終わろうと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったと思ってくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録していただけるととっても嬉しいです。また。